はい、どうもヨスケです。本日が6月1日ということで、ゴーフェス仙台3日目でございます。本日なんですけども、仙台市にできたポケモン GO 公式ルートを巡っていきたいと思います。今回ですね、このゴーフェス仙台に合わせて、この仙台市でポケモン GO の公式のルートがなんと10個もできました。今回の動画ではその中でも個人的に特に回りたいルートをピックアップして回っていきたいと思います。で、本日は1箇所目のルートなんですけども、後ろ見えますでしょうか。こちら定規山でございます。この定規山、まあ、見て分かる通り山の中でございます。もうね、仙台市ってね、東西にめちゃめちゃ広いんですよね。まあ、仙台といえば東北最大の都市ということで、まあ、都会をイメージされる方も多いと思うんですけども、本当に広いので、ここはもう大山脈のふもとですね。この仙台市の公式ルート、もちろん仙台市の市街の中心部にもあるんですけども、こういった仙台市の奥の方まで網羅してるんですね。ルートがですね、ございます。こちらですね、森の都仙台名物三角油揚げ。この三角油揚げですね、昨日私牛タンの角に行きまして、そこでこの油揚げいただいたんですけども、めちゃめちゃ美味しかったですね。長さが1095メートルということで、ではね、この名物三角油揚げのルートからやっていきたいと思います。スタート地点からルートを歩いてきてですね、ちょうどこの2つジムがあるところですねに五重の塔がございます。こちらが8時から16時15分までですね。で、現在朝の8時35ということでね、こちらが定規山の五重の塔でございます。いやー、これは実際見てみるとものすごく迫力がありますね。近づくとこんな感じですね。今朝の8時半なんですけども、まあ、朝の山ということでね、まあ、空気もすごくいいんですよね。まあ、仙台といえばね、森の都ということでね、まあ、青葉通りだったりね、定禅寺通りだったり、あそこら辺を思い浮かべる感じになるんですけども、ただこういうとこもあるんだっていうね、本当にいい発見になります。この公式ルート巡りは、五重の塔から少し先に進んだところに、こちらが西宝寺の本堂でございます。折り返しは参道となっております。こけし店といったね、ローカルな雰囲気のお店もございます。ものすごい昔ながらのなんか昭和な雰囲気があって、すごくいいですね。いやー、仙台にこういうとこがあるんだ。いやー、雰囲気が素晴らしいですね。大臣さんと空人さんがですね、門の左右にいますね。いやー、もう参道の雰囲気と相まってね、いやー、僕はこの場所ものすごく気に入りましたね。こちらが油揚げを売っている定規豆腐店ですね。もう朝9時なんですけども、もうすでにすごい人ですね。朝9時開店ということで、今ちょうど開店したところなんですけども、もうすでに大勢の方で賑わっております。以前ですね、埼玉の長瀞の公式ルート取り上げた動画でも紹介したんですけども、公式ルートクリアするとですね、公式のルートバッジマークがつくんですよ。名物三角油揚げ公式と入っていってね、他とは違いますよね。このなんかバッジみたいなやつがついてるんですけども、これが公式ルートマーク。この仙台に限らず、今日本各地に公式ルート増えております。まあちょっと前だったらね、長瀞の、まあ、ルートも僕は公式ルート歩いたんですけども、まあ、この公式ルートバッジをですね、集めてみるのもいいんじゃないのかなと思います。はい、では公式ルート2箇所目は桜見温泉ですね、やってまいりました。桜見湯野駅ラサンタというところですね。まあ、ここからルートがスタートいたします。公式ルート森の都仙台桜見温泉ということで、まあ、ここから奥に行く感じですね。ここが桜見温泉の旅館街ですかね。ようこそ桜見一の坊ということで、ここから下に降りていきます。森の都仙台ルートを完了して、そして公式のルートバッジをゲットでございます。森の都仙台桜見温泉公式ルートバッジゲットです。そして
当然ですが評価はですねものすごい歩きやすかったので5つ星をさせていただきます。この桜並橋というところがこのルートのゴール地点となっております。温泉旅館も見えます。そして見てください、この川は広瀬川という川で、まあ、仙台市内まで続いている川なんですけども、いやこう新緑と相まってね、この渓谷のロケーションですか、いや美しい、仙台の美しさをね知れる、そんなルートですね。でこの桜見温泉公式ルートのスタート地点である桜見湯野駅ラサンタですね、ここには足湯がございます。これはルートで歩いて疲れた足を癒すには最適ですね。それではですねルートで歩き疲れたこの臭い足を浄化していきたいと思います。ヘイ、おおおお、思ったより深い、いやこれたまんないですね。そして思ったよりいい意味で熱くない、ちょうど入りやすい温度となっております。こちらがですね、まあ、近くに日課のウイスキーの工場があるんですけども、まあ、その樽がこの足湯使われておりますね。仙台来てから思うのはお米がすごい美味しいんですよね、一目惚れがね。まあおそらく水が綺麗だから美味しいお米になるんだと思うんですけども、まあ、その宮城の新鮮な水ですね、それを使ってこの日課のウイスキーも作られてるんですね。はい、では3カ所目は秋温泉にやってきました。そしてここからはですねゴーフェスの範囲内に入りましたね。作並と定規は範囲外だったんですけども、ここからやっと範囲内に入ったということで、ゴーフェス期間中の秋温泉はですねもうルアー満開ですね。さすが温泉地仙台の一大観光地の一つとなっておりまして、まあ、ここに来ているポケモン GO トレーナーの方も多いのではないでしょうか。そしてルートはこちらです。秋保温泉の来来峡というところでございます。距離も 648m、 非常に歩きやすいですね。おそらくこの渓谷沿いをずっと行くと思うんですけども、こちらが秋保温泉来来峡でございます。いやすごいな、実際生で見るとねものすごい迫力がありますね。こんなに深い渓谷なんですね、いやすごいですね。この仙台市公式ルートを制覇するとですね、まあ、仙台の街中にいるだけでは決して見れないようなねこういった絶景も楽しむことができます。ここがルートのちょうど真ん中にあるのぞき橋という橋でございます。ここもだいぶ深いですね。こののぞき橋ですね、上からですねなんと見てください、ハートマークの岩がございます。このハートマークの岩ですね、これを見るとですねどうやら恋愛運が上がるということで、いやーすごいですね、縁起のいいスポットとなっております。渓谷の景色、いやこれは本当ね来た方がいいですね、すごいこれは感動しますね。いやーゴーフェス仙台を機にねこういうところに来れて本当に良かったです。本当に渓谷美、これ実際生で見るとすごい感動します。こちらがしぐれ滝という滝となっております。ちょうど渓谷に落ちていく形ですね。いやーこれもすごいな、この自然美、渓谷美をね見に来るだけでもねものすごい価値はあるのでね、なんでこういったルートをきっかけにこういった新たな場所の魅力を知れるっていうのはやっぱいいですよね。公式ルートのね設定の仕方やっぱセンスあるなって個人的には思ってます。 OK、 公式のルートバッチゲットでございます。これで3個目ですね。では次ね、まあ、動画的には、まあ、最後のルートの場所になると思うんですけども、今震災以降荒浜小学校という場所に向かっております。これは仙台の海沿いになるんですけども、震災で津波の被害を受けた小学校がですねそのまま残っているということで、その場所にルートがあるということで、まあ、これから行きたいと思っております。で今海岸線の方に向かっているんですけども、まあ、正面に見えるのが高速道路でございまして、こちらは仙台東部道路という高速道路でございます。震災の時はですねこの仙台東部道路のところまで津波が押し寄せたとのことでございます。僕もですね震災の日はニュース見ていたんですけども、本当この東部道路のところまで津波が来ていて、で
人々がこの東武道路の上に避難している、そういう映像を見たんですよね。なのでここから先が、まあ、311で津波の被害に遭ったエリアということになります。仙台東武道路の先のエリアに来ました。この道路はですね、津波の避難道路と指定されていましたね。この辺りも震災の時は全て津波が襲ったエリアということになります。そしてこの信号を越えたあの小学校ですね。ではやってきました。こちらが震災以降荒浜小学校でございます。まあ、今は見学施設となっておりまして、多くの方が訪れている場所となっております。外から見た感じとしては建物自体は残っていますから、とてもこうですね、あの311の大津波が襲った場所とは信じがたいんですけども、でもちゃんと津波の浸水跡ということで、子供たちの明るいおはようの声で一日が始まり、さようならで終わっていた昇降口、3月11日ここに立った教職員は校舎3、4階への避難を必死に呼びかけ、地域の方を受け入れました。津波の凄まじい力によって天井が押し上げられています。ちょっと見えづらいんだけど、映像では見えづらいんですけども、確かにあと残ってますね。震災前後の荒浜小学校の姿ということで、震災前はこんな感じだったよってあるんですけども、この荒浜小学校の周り、あの写真を見る限りは震災前は住宅があったみたいなんですけども、ただ今見てみると何もないんですよね。なのでまあ、全て津波で押し流されてしまった跡というのが、まあ、はっきり見て取れるということですね。1年1組教室と保健室ですね、これが津波が襲った後の、まあ、この教室ということになります。1階の廊下には津波の勢いで押し込められた車が3台も連なり、教室は外から流れ込んだ瓦礫などで埋め尽くされました。子供たちが日々学び、楽しい声が響いてた教室は一瞬にして変わり果ててしまいました。2011年3月12日ということで、震災の翌日のものですね。そして津波はこの高さまで襲ったということですね。はい、では荒浜小学校の屋上にやってきました。まあ、今海風ですごい強いんですけども、ほんとすぐそこに海が見えます。この小学校の周りですね、まあ中の資料にあった通り、この周りは震災前は完全な集落だったんですね。ところが今見てください、何もありません。何もない。ここがかつて集落があって大勢の人が暮らしていたとは全然今想像もできないような、本当に何もないですね。だから言われないとわからないです、ここがかつて集落があったということは。本当にね、ただの、まあ、更地の状態になっていますね。そして震災からもう13年以上経過しているにもかかわらず、このような状態となっております。今この映像を通してね、皆様にうまくお伝えできてるかどうかはわからないんですけども、ただ実際ねこうやって見てみると本当にね、いろいろ感じるというか、込み上げてくるものがあるというか、考えさせられるものがありますね。あちらが仙台の街並みです。今みんながポケモン GO をガチっている仙台の街並みが向こうに見えて、そして仙台の街、本当にいい街でした。
緑も多かったしね、アーケードとかすごい賑やかでしたし、ほんの少し奥に行くと当たり前の日常、人の営みがあるわけです。そこから少し海に行くと、このようなね、かつて人の営みがあったけど津波によってそれが全て流されてしまった、失われてしまったという場所があるわけですね。ポケモン GO をきっかけに、このルートをきっかけにですね、こういった場所に一人でも多くの方が訪れてくれて、そしてね、何かしら思うことがあるというか、何かしらね、少しでも感じるものがあればいいんじゃないのかなと思うんですよね。まず来ることが大事なので、来ないとね、いろいろ考えるきっかけにすらならないと思うので、ポケモン GO をきっかけに行って、そしてね、ゲームの中の世界だけではなく、こういったリアルもしっかり見てね、自分の目で見ていろいろ感じ取る、そういったきっかけにね、ポケモン GO がなればいいんじゃないのかなと僕は思って、こうして YouTube やっていますし、僕自身もポケモン GO をずっと続けております。ではここ、荒浜地区のルートですね、森の都仙台シーサイドパークということで、だいたい1キロ弱ぐらいのルートですね、やっていきます。スタート地点が荒浜小学校から奥に行ったところの海岸公園というところからになりまして、この海岸公園からこの荒浜地区を、あちらに荒浜小学校があるんですけども、そこまで歩いていきます。ルートの方は荒浜地区を歩くルートとなっております。この辺りが先ほど荒浜小学校で見た通り、荒浜の集落となっていたんでしょうね。本当に何もない中をずっと歩いていく、そういった感じですね。ルートの脇にですね、津波の爪痕がありました。荒浜の暮らしという案内板があるんですけども、見てください、こちら、これですね。自分も石巻でこういったもの見たことあるんですけども、要は津波で流された家の跡ということですよね。その家の跡がですね、こうしてはっきり残っております。つまりここは震災前は住宅があって人が暮らしていたということになります。いやー、これは本当に生々しい爪痕ですね。これをね、実際に見てみると相当ショッキングなものがありますよね。本当に生々しい津波の爪痕がそのままこの荒浜地区には残っております。震災のね、生々しい爪痕が残る、ちょっとショッキングなルートではあるんですけども、でもね、これはね、目を背けてはいけないものだと僕は思いますので、ぜひね、皆様機会があればこのルートを来てみてください。仙台ゴーフェスシリーズの最終話はですね、ネクロズマの役が出るまで帰れませんということで、いやー、俺今日一日こいつらと一緒に回るのかこいつらめっちゃもうお前らなんて大嫌いだ、勝手にやったろ、弾かれてしまいました。 CP は この YouTuber 補正を信じるか信じないかはあなた次第でございます。